これ楽器あるあるなんで、全員気をつけてください。お金にクレッシェンド。はい、今回は音楽家がお金に強くなるクイズ、お金にクレッシェンドということで、これ第1回になります。はい、今日からお届けいたします。お金にクレッシェンドってね、なんだそれやって方も多いかと思いますが、このお金にクレッシェンドですね、音楽家がお金に強くなる話、当然ですね、音楽ですから、音楽家がお金に強くなる話をクイズ形式で紹介していく。まあもちろんちゃんとした解説もします。クイズバラエティ番組です。はい。まあちょっとね、どんな感じなのか見ていただければと思いますのでね、早速行ってまいりましょうか。はい。で、第1問になります。はい。第1問。普段着としても着るステージ用の衣装は経費で落としても OK である丸か×かというものですね。はい、もう一回いきます。普段着としても着るステージ用の衣装は経費で落としても OK である丸か×かということですね。はい。で、こちらなんですけども、答えは丸です。はい、丸ということになりますね。答えは丸。解説していきます。ステージ用のね、まあ、衣装って、ね、皆さん着ること多いかと思いますけれども、これ買いますよね。で、これがプライベートでね、着ていても事業用でだったら OK です。ただしですよ、ちょっとね、注意してもらいたいところがあります。事業とプライベートで両方で使うんだったら、これは案分って言うんですけど、これ案分っていうのはここにちょっと書いておきました。7対3とかね、5対5って1対9、何でもいいんですよ。これ何対何とかで、割合を使うってことです。例えば、ステージ用として10回着るうちの7回は私ステージ用かなって、俺ステージで着ることが7回かなって、で3回はまあ正直プライベートで着ますよっていうことが分かったら、7対3、事業7、プライベート3、もちろん反対だったら3対7とかっていうふうに、こういうふうに割合を使って案分するということです。これが分かりやすく言ったら、1万円の服だったら、1万円の服のうち、7000円は経費で落として、3000円は経費に落とさないよって、こういうの案分って言います。こんな風にね、ぜひやってみてもらえばな、というふうに思います。さあ、こんな感じでね、どんどん行っていきたいと思います。はい。というわけで、第2問になります。はい。何問。地方コンサートの帰りに、連泊して温泉へ。いいですね。宿泊代を交通費で落としても OK である丸か×か。ね。もう一回いきます。地方コンサートの帰りに連泊して温泉へ。宿泊代を交通費で落としても OK である丸か×かという問題です。はい。で、これなんですけども、答えは実は罰なんですね。これね、残念ながら、宿泊代は、これなかなかちょっと落とすのは難しいということになりますね。これプライベートなんで、ね、息抜きで、せっかく来たから、山形に演奏に来たから、温泉入って帰ろうかなって、こういうケースの場合ですよ。プライベートでね、宿泊した場合には、この宿泊代を交通費として経費で落とすのはちょっと難しいかなというふうに思います。ただですね、じゃあ全部ダメなのかっていうと、そんなことはないです。ここが要注意ポイントかなというふうに思います。もともとかかる予定だった経費ってあるはずです。例えば行きと帰りの交通費、電車でね、移動したとします。山形まで、じゃあ新幹線で行ったとしますね。だとしたら、この電車賃など行きと帰り分は OK です。ただし、真ん中の宿泊費は、これはちょっとプライベートにしとこうか、みたいなね。こういうふうに分けて考えてみてもらえばいいかと思います。図にするとこんな感じです。もともと行って演奏して帰ってくるんですから、行きの電車賃、これもともとかかるから OK なわけです。そして帰りの電車賃ももともとかかるから OK なんですね。間に追加で、ちょっと延泊して温泉入っちゃおうかなって、ここだけ外しといてもらえばなというふうに思いますね。こんな感じです。そして、今だと結構いろんなところで何々トラベルとかってパックであったりするじゃないですか。ね。あります。で、パックでやったらちょっと安くなったりとかね。で、もしこんな領収書をもらったとしたらどうしようかって、これが多分ね、実務的なところだと思うんですけれどもね。はい。領収書で、例えば〇〇様、あなたのことですね。あなたの〇〇様っていうふうにね、ここに入ったとします。渡辺様と書いたとします。そしたら、
ここに、例えばこんな領収書、明細で、電車賃は往復で2万円、さっきのね、1万円、1万円だったとするわけです。2万円。そして、温泉宿、宿泊費で1万5千円で、合計3万5千円でしたので、この3万5千円を領収しましたよって、ここに、例えば、まあ、株式会社、音楽トラベルとかね、いろいろあると思います。何々トラベル、何々トラベルってね。旅行会社さん。こんなのをもらったとしたら、これ領収書どうしたらいいんですかねっていう。こういうケースすごい多いと思う。実際に何度も聞かれたことあります。で、こういう場合、領収書で、ここは、実際にもう、蛍光ペンとか赤ボールペンとかでもう丸しちゃってください。そして、こんな書き方で、私、ここだけ経費として落としたんですって、ここを落としてませんって言って。で、この領収書ごと、この赤印とか蛍光ペンつけて、この状態で保管しといてください。そうすると、もし将来税務署があなたのところに税務調査見せてくださいって来た時に、この領収書を見て、これ何ですかって言ったら、あ、こうこうこういうわけで、元々の2万円だったんですけど、だけど温泉、これはもう私プライベートなので、そんな私そんな経費なんかあげません。わかってますよ、税務署さん。みたいな感じで、1万5千円は外しておりますと。で、領収書は3万5千円でもらってますけど、私これだけを経費で落としましたよっていうふうにやると分かりやすいし、あとですね、信頼度が増します。2万円だけポコッと落とすよりも、まあ、もちろんこれでも信頼度はね、上がりますけれども、全部取っといて、で、これあったのに、これは、いやいや、そんな、だって分かってます、税法。だって私音楽見てますもん、みたいな。これ上げてないんですよって言うと、おー、この人なんかちゃんとした人だし、分かってるし、真面目だし、しかも他もしっかりしてるなってことで、税務署さんからの信頼度が増します。税務署さんも人間が必ず来ます。今のところ。ね。そうすると人間ですから、うん、この人ちゃんとしてる人かもなっていうふうに思ったら、この後やっぱりあなたのことを基本的には信頼の目で見てきます。逆に言うと、こういうのがなくて、あ、なんか適当にやっちゃったんですよね、みたいな感じだと、あ、この人適当な人だから、この後午後もちょっといろんなものが見つかるかもしれないから、ちょっとやる気出しちゃおっかな、俺、かっこ税務署さんです。ね、こういうことが起こるかもしれませんね。信頼度増しますから、こんな風にね、もしこんな領収書なら、ここのところ、こういう保管の仕方、書き方と保管の仕方をやってもらえればいいかな、というふうに思います。はい。というわけで、第3問参りましょうか。こちら。はい。皆さんもギタリストが、また欲しいギターと出会ってしまった経費として落としても OK である丸か×かということですね。もう一回読みます。ギタリストが、また欲しいギターと出会ってしまった経費として落としても OK である丸か×かという話ですね。ギタリストさんもね、20本、30本持ってるかもしれません。さあ、これ丸か×かというお話なんですけれども、実はこれの答えは、丸でーす。はい、ということになりますね。丸。どういうことか。ね、説明しまーす。事業に使うギターという、まあ、これはもう大前提ですよ。だけども、まあ、ギタリストさんだから大丈夫でしょう。事業に使うギターという説明さえできれば、誰にですか？将来、もし税務署が入った時に、その税務署から来た税務調査官さんに、こういうことで私、ギター、プロです。事業に使うギターなんですよという説明ができれば、それが20本目だろうが30本目だろうが関係ないです。何本あっても OK ですよというふうになります。ただですね、ちょっと気をつけてほしいのは1点あります。これ楽器あるあるなんで、全員気をつけてください。何か。例えばこれです。ヴィンテージなどで、ヴィンテージギターとかありますね。それから、まあバイオリンとかだと、極端に言うとストラディバリウスとかね。あの辺とかで、値が落ちないものってあると思います。例えば100万円で買ったんだけど、これ多分3年後、5年後も100万円で売れるだろうな。なんなら値上がりしちゃうかもみたいなものってあるじゃないですか。で、こういうのって実は経費にできないという大原則があるんで、ここは注意してみてください。で、まあ、実際にもしあったら、音楽のね、LINE アットとかで質問とか相談していただければと思いますけど、これを、まあ、知識として、あ、そうなの、値が落ちないものって分かってるんだと、経費にできないのかっていうのを基礎知識として持っておくと、まあ、知らないから、知らないまま税務署に出して、税確定申告して、指摘されちゃったって嫌じゃないですか。だからこれは知っといた上で、値が落ちるのかな、落ちないのかなとよく考えて対処してみている。で、こんな風にやってみてもらえばな、というふうに思います。はい。というわけでね、1問から2問、3問目まで見ていただきましたけども、まあ、このクイズ、お金にクレッシェンドですよね。これ、今日から始まりましたけど、まあ、こんな感じでね、やっていこうというふうに、張り切っております。なので、
まあ、そこそこ好評だったらシリーズ化もとか思っておりますし、やる気満々ですので、ぜひ見てもらえればと思いますが、このお金にクレッシェンドですね、もうあなたと作るお金にクレッシェンドというふうに俺は思っております。なので、こんな質問や疑問があると。だからそれをクイズにしてくれとか、なんならもうクイズ形式にして、LINE アットですとか、それからちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、コメント欄、YouTube のコメント欄のこういうところにね、出してもらえればってすごく嬉しいですし、もうね、なるべく積極的に、ね、取り上げたいと思いますので、これ大募集してますよと、クイズのネタですね、質問、それから相談、わかんないことを、ぜひ、ね、届けてもらえればなというふうに思います。はい、というわけでね、クイズお金にクレッシェンドはここまでとなりますが、最後にですね、ちょっとご案内しておきます。まあ、この動画のパワーポイントのレジュメ PD、まあ、今日クイズなんで、まあ、過去の音楽の動画ですね。これに関するレジュメの PDF っていうのを音楽の LINE アットというところでお渡ししています。この下の方に、説明欄、概要欄にリンクとか、それからアカウント名とかが貼ってあると思うんですね。音楽の LINE アットです。こちらの方からたどり着いていただいて、クリさん、レジュメちょうだいと言っていただければ、過去のほぼほぼ全ての動画が何百本と入っております。Google ドライブのリンクをお渡ししております。そして同じ LINE アット、こっちですね。こっちすごく多いですね。質問や相談は栗原に直接できます。今のところではありますが、栗原が直接この目で全部の質問に目を通して、全部の質問に手でチャットで手打ちで返しております。ただ一人でやってるんで、3日待ちぐらいかな、ごめんね、ちょっと待っててっていう方もいらっしゃるし、過去ですね、ちょっとですね、結構文化庁の最終締め切り手前とかだと2週間ぐらい待たせちゃったこともあったんですが、それでもいいよという方はぜひ質問相談遠慮なくお寄せください。はい、必ずね、今のところですがね、返信しますので、まあ大丈夫だと思います。遠慮なくどうぞと、予告なく返信しないということはしないつもりです。はい、でもう一つ最後ですね、ちょっと二つだけお願いします。一つって言ったけど二つ、チャンネル登録っていうのがあるので、ちょっとまだお済みじゃなくて、ちょっと面白いかもと思ったら、このそろそろここにあるこの辺ね、チャンネル登録ピッとか押しといていただけるとすごく嬉しいですし、あともう一個、ついでにと言ってはなんですが、この下の方に高評価ってありません？それを押しといてもらえるとものすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日から始まりましたクイズお金にクレッシェンドね、これ辺でお開きとします。また他の動画でお会いしましょう。